チン。え、絨毯ある、確かに。え、アラジンなのこれ。何アラビアンナイト、何アラビアンナイトって、めっちゃおしゃれ、なんかすごい、何これ。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、中村舞です。なんでアラビアンナイトなの。え、すごい、宝箱にランプに絨毯に、なんかアラジン知ってますよ。ほんとありがとうございます。え、急なアラビアンナイト姫ありがとう、嬉しい。なんか姫っていうギフトさ、かわいいね、姫って。ハートもありがとう。あ、そう、ランプもある、ありがとうございます。なんで急だな、こんばんは、めっちゃかわいい、ありがとう、いい、でもありがとう。あ、そう、ペンギンみたいなのもありがとうございます。今日はね、あの講演してきました。皆さんありがとうございました。勝手に四国観光大使、マイカ研究生、ありがとう、ありがとうございます。髪型なんかね、ハーフツインなんですけど、ちょっと縛る位置を若干低めの横にしてる。じゃーん。お疲れ、ありがとう。だから僕も、姫もありがとう。ワンちゃん、え、私今日メイクさんに犬みたいにしてくださいって言ったんですよ。犬になりました。スラックライン頑張って。スラックラインしてきたよ今日。スラックラインって知ってる？なんかやばいんだよスラックライン知ってる？今日ね、朝一からスラックラインしてきたよ。やったことある人いるんだけど、めっちゃ怖いんよスラックラインってね。なんか紐の上を渡るみたいな。そう、綱渡りみたいな感じ。そうなんかありがとう、そう、綱渡りみたいなやつ。でね、あれをねやってきたんですよ。いや、なんかちょっと1週間前ぐらいにもうやって、で練習してで今日やってきたんですよ。またそう、感覚、体幹とかめっちゃ、バランス感覚とか、そうそう、めっちゃ練習して。特技増えた？え、いや、特技と言えるかは分かりませんけどいやー、ちょっとね、そうですよ、初心者なんでね。筋肉痛、生きて帰ってきた。え、命綱ありますよ。あの、めっちゃ高いとこなんで命綱あります。でも私高所恐怖症なんで、本当に泣きそうだった。ありがとう。シズナあるんかい。あるよ、なかったらもうやばい。高いとこで、そう、練習は全然低いとこでするけど、やるのは高いとこだから。
練習してた事務所で。ちょっとねまた放送が多分あると思うので、ありがとうございます。いや本当にそうひょえーって感じでした。なんかさ私めっちゃさプンプンしながらさもうねなんかここ数日間ちょっとプンプンしてたの。もうプンプンしながらやってた。プンプン、なんで？なんかスラックラインするのにもうなんか応援、なんかおきちゃんが応援、なんか応援をしてくれるみたいな。姫ありがとう。そうでもなんかもうプンプンしながらお話し会はプンプンしてないけど、してないよ。もしかしたらプンプン一個もしてない。ランプありがとうございます。そうちょっとまあもう、うん、はあ、うん、ありがとう。まあねちょっとあのさ公演前にさエナジー飲んだの。もう父があまりにもプンプンしてたからマネージャーさんがエナジーを3本買ってきてくれてまあ1本しか飲んでないですよ。1本飲んで公演したんですけど、まだ未だに効いててめっちゃ眠たいのに今日は全然眠くないんですよ。眠たいのに眠くないみたいな、眠れないみたいな。やばいやん、やばい、泣きそう。パフォーマンス神ってた、今日なんかねあの若干セトリ変わってて、そうなんか新鮮です。マイカーとでした。なんか四国とマイカーは全然あれですよね、やっぱりなんか曲の感じとかも違うから、なんかねそう四国マイカーの元気のもうすごいパワフルな感じ、もう湧きましたね。四国は穏やかでした、めっちゃ穏やかだなと思いながら今日も四国や。ありがとうございます。四国でも寸劇やってほしい。いやもうやばそう。四国の MC 見たことありますか？今日の MC 見ましたか？もう、いつもね四国の MC 終わった後になんかね本当になんか独特のなんか
雰囲気があるんですよ、四国の MC って。さあ終わった後にいつもいろんな人にどうでした、大丈夫そうでしたっていろいろ聞くなんかね、四国らしい、そう言われる、四国らしい、ゆるい感じ、ゆるい、ゆるいけどそれがいいねって。ありがとう。すごい、めっちゃ花、お花ありがとうございます四国時間流れてます。めっちゃ楽しかった。あとね、今日はね、あーそう、なんか君はメロディー今日やったんですけど、君はメロディーのイントロをなんかちょっと変えた、気づいたかな、あんまりねやらない感じの、葵さんとちょっとダンスしてました。そうなんです、いつもと違う、なんかちょこちょこ変わってますちょこちょこね。今日はヘタレが入ってた、ね、ヘタレは漆黒の時は私セリフが言えるんですよ。セリフ言うのめっちゃ好きやけんね嬉しかった。四国では何これ、生きここって訳してるの、息をする心、え、みんななんて略してんの、息をする心略したことない、息をする心やらないの、いや、フェスとかだったらやるかもしれないですけど、ちょっと公園ではやらないですね、あんまり。そうですね、今日ねマイカをのせとり見た時なんか結構変わってる感じがして、なんか新鮮でしたね。あの STU 曲も結構やってたんですけど、息をする心もやってたし、あとは制服の重さだったかな、制服の重さもやってて、6人バージョンの制服の重さは見たことなかったのでちょっとびっくりして、なんか新鮮だった。あとはね、フラストレーションのね、あの頭回すとかが超好き、ブンブンブン。四国もセットリ変える、え、四国ってさ結構四国ディスネーションツアーあのもうさせてもらってるから結構公演してるの、多分他のユニットに比べてツアーがあった分、多分公演の回数がちょっと多めだと思うんですよ。で多分ね初期の頃から結構変わってるんですよ、実はちょいちょいね変化してるんですよ。結構変わってる。そう、最初のセトリ見たらびっくりする。
結構ツアーの曲、うん、なんかね前はねソロ曲もねあったり。定番曲ある？え、ある。ずっと変わってないのはチャイムはラブソングはずっとあるかな。あとね、まあ、海の色を知っているかは四国の曲なのであるのと、あと絶滅黒髪少女、これはもうずっと入ってる、初期からずっと入ってる曲で、今日初めてちょっと順番が変わったからなんか新鮮だったんだけど、飛行機雲、うん、飛行機雲とフェリーは絶対に入ってる。アッカンベイはどこに？アッカンベイやりたいね。なんかさ、アッカンベイ橋を入れたのもなんか橋？なんかさ、四国ってこう瀬戸大橋とかなんかこう、なんかこう橋がねこうかかってるっていうのが多いから、確か最初の初期の時にアッカンベイ橋がね入ってたんですよ。そう、橋つながりで入ってたんですよ。フェリーも同じで、そう、なんかこう四国らしい瀬戸利ってなんだろうっていうので、そう入れてたんですよね。ちょうど真ん中で、あとは四国の野菜野菜シスターズ、最近やってないんですけど、野菜シスターズもあの四国の野菜みたいな感じで入れてたんだよ。野菜シスターズ、野菜ウォーウォーウォーシスターズ、イエイエイ。最初からフェリーあった。フェリーはねもうずっと入ってます。ラッキーセブン入ってたな。あとねやってたのは、あ、希望的リフレインは入れたり入れなかったりしてますね。もう結構こうみんなにレスができる曲なんで好きなんですよ。オーマイガー、あったな、あった。あとね、私ね思うんですけど、結構四国は NMB さんの楽曲を結構やってるんですよね。今日も結構多かったと思う。 NMB さんの楽曲四国結構やってる気がします。オーマイガーもそうですね。そう、今日も多分後半とかはフェリー、今日ねフェリーパンパンパパパン、絶滅黒髪少女、君はメロディーだったんだけどね。そう、3曲入ってる。絶滅の結局、なんでパンパンパパパンがさ星になってるんだろう。パンパンパパパン星になってる。なんかみんなが、ほ、なんかなんでなんかなんか星になってるよねえ。気に入っちゃダメ？ダメ？そっか、ちょ、ショールームの謎ですよねこれね。謎すぎんこれ。あ、ひらがなはいけるんだ。ね、なんで、なんでなん、謎じゃな。謎すぎ。うんうん、やばい、星だらけ。
かありがとう。まいちゃんにはまだ早い、なんかさ、私にはまだ早いって何なんですか何なんですか、どういうことですか本当に。ありがとう、だからもありがとう。なんかね、あの多分このルームの人私のことをね子供だと思ってるんですよ。思ってるよね、絶対思ってるよね、なんかずっと思ってるの、なんかまだお子ちゃまねみたいな。姫ありがとう。ベイビー、ベイビーじゃない、確かに。なんか知らないことも多いですけど、え何みたいなすぐ多いから、多分みんな私のことは何も知らない子供だと思っている。確かにね、ショールーム、私さ気になることあったら、あこれ今日ショールームで聞こうとか思うもん。みんながみんなし、もう物知りだから、みんないろんなこと知ってるから。まいちゃんってアンピーよりウブなんじゃないの。え、ウブって何、ウブって あんま知らないよみたいなこと。アンピーはもうチーカーですからね。あーあーあーって。かわいい、ありがとう。マイキューウサギ、そう、いやーいやウサギ、あ、チーカーのウサギ、チーカーのウサギ、ヤッハーって言うんですよ。エナドリ飲みすぎでてん、でエナドリの効果っていつまで続くのかな。今日眠れなかったらどうしよう。私明日も早いんですよ、実は。明日も、あ、だから夜まで。寝てって。今日ね、なんか、まあ、昨日ホテル泊まってて、ホテルでなんかホテルの朝食が無料だったので、なんか食べたかったんだけど、まあ、食べたんですよ。食べたいと思ってて、昨日のその夜から。ででも絶対眠いだろうなと思って、朝は朝早いし。でホテルで、まあ、メイクしてで、まあ、行くって感じだったんですけど、まあ、先にもうギリギリまで寝てメイクして
で、いざ出発ってなった時に、だから10分ぐらい、もう10分もないぐらいか、なんか時間があって、もう行くしかないと思って、もうホテルの朝食のとこ行って、もうめっちゃダッシュで、もうすごい形相で撮って、もう本当にもうカーってもうすごい勢いで食べて。そうよ、味わえた。いやもうなんかお腹が満たされたらいいって思いながら食べました。和洋どっちもあって、もう本当になんか無料とは思えないくらい品数がすごい豊富だったんですよ。もうめっちゃあって、和も洋もパンもあるしお米もあるし、でもっとゆっくり味わいたかったんですけど、だってホテルのさ朝食とかなかなか食べる機会ないしね。そう、無料、しかも無料ってなんかあんまなくない？しかもね、だいたいねこういうなんかお仕事の時にホテル取ってもらったら朝食はそんなつけてないんですよ。だからさ、そう、まあ朝食は、うん、そんな食べないんですよね、そのホテルの朝食付きプランじゃない。私さ朝食付きプランだと思ってさ朝食会場行ったらさ、あの朝食付きプランじゃありませんって言われてめっちゃ恥ずかしくて帰ったんだよね前部屋にあそうですかって言ってめっちゃ恥ずかしかったよあれ。なんかノリノリで行ったのにね、もう朝めっちゃね、なんかその日の朝は余裕があったから、しかも一人で行ったの。悲しいっていうよりも恥ずかしさが勝った。ああーみたいな、あーあーいって。恥ずかしかったいや、ね、自分で払う、いやなんかね、それがね、もうなんか恥ずかしくて行けなかったんですよ。一回部屋に戻って、その後恥ずかしくて行けなくて、お腹空きすぎて、なんか横に松屋があって、松屋行きましたね。松屋で朝食食べました。松屋の朝食はお安いんですよ。でさ、お米と納豆と卵とお味噌汁みたいな朝食が一番好き。マジで美味しい。ランプありがとう。中尾も美味しい。中尾も美味しいし、松屋も美味しいし、すき家も美味しい。なんか朝食大好き、そういうところの。300円ぐらいで食べれると思う。中尾はね、この間も行ったんですけど、また閉まってたんですよ。最近中尾と相性がね良くないんでちょっと早く相性が良くなるように、ちょっと閉まってたんでね。なんか最近よく閉まってるんだよね。 G7 だからなのかな、 G7 でさお店あの閉めるとかあったりするのかな。そんなことない。ありがとう。G7、 そう。G7 の日は走ったらダメって。
職質される。らしいから、そしたらロメらしい。競歩で、でも競歩の方が怪しいよね。怪しくない？なんで競歩したみたいな。マイキュー毎朝走ってるのに困った。ツインテールして走っても職質されるのかな。なんか可愛い髪型とかしてたら。19、20、21だっけ。 G7、 いやもう近づいてますよ。家から出ないのが一番だけどね、本当は。G7 でなんかするの？私？しませんよ。会議にも出ません。出席しません。私もやろうかな。Q7。STU9 人ぐらい集めて会議しようかな。誰にしよう？9人。Q7。あ、Q7 で、あ、な、Q7 で7人やわ。Q7 って言っても何やわ、9人じゃなかったわ。59分だよ。あん、ちょっと待って、誕生後。あみさん、りょうちゃんさん、くまねぽぽさん、ゆずきちさん、さかみち FC さん、もちきゅうさん、マンモスビアさん、ボンちゃんさん、コペンさん、カメキッチさん、キナペコさん、ミヤビさん、ビタミンさん、ありがとうございます。おやすみ、おやすみ、見てビヨーン、見てー。見て、おやすみ。